スタートアップマヤ、マヤで 3DCG を始めよう。こんにちは。このビデオでは作業時に生成される履歴、コンストラクションヒストリーをきっかけに、マヤシーンの基本構造とノードエディターの簡単な使用方法を解説します。モデルを編集しているとチャンネルボックスの入力に編集の履歴が重なっていきます。この履歴がコンストラクションヒストリーです。このビデオではヒストリーと略します。 このヒストリはノードエディターで繋がり方を詳しく確認することができます。ノードエディターはホットボックスのウィンドウから開くことができます。オブジェクトを選択し、こちらの入力と出力接続を押すと、オブジェクトに接続されているノードが表示されます。入力接続と出力接続で入力と出力、それぞれ片方のみを表示することもできます。今回は入力接続を見ていきます。 このノード一つ一つがヒストリで、左側から順に編集の過程が並んでいます。右端のノードが最終結果のシェイプノードです。独立しているこちらのノードは、このオブジェクトのトランスフォームノードです。シェイプノードより左側のヒストリのノードを消すと、編集結果だけが残ります。モデリングが終わったら、ヒストリは不要なので削除しますが、通常は編集、種類ごとに削除。 ヒストリのメニューから、または、Alt と Shift、D キーで削除しましょう。また、こちらのアイコンを押すことで、そもそもヒストリを作らないようにすることもできます。マヤのシーンの基本構造を簡単に言うと、オブジェクトの形状、状態を決めるノード接続と、それをどこに配置するかを決める階層構造でできています。ノード接続はノードエディターで、階層構造はアウトライナーで確認ができます。 このことを知っていると他の人が作ったシーンなどの解析がスムーズにできたり、ノード接続を多用するリギングの際には非常に役立つかと思います。では少しだけノード編集をやってみましょう。ビューポートにはキューブとスフィアを出しています。こちらのアイコンを押してアトリビュートを表示し、キューブのトランスフォームノードの移動 X をスフィアの移動 Y につないでみましょう。するとキューブの X 軸の移動値が そのままスフィアの Y 軸の移動値に入力されるようになったのがわかると思います。ピストリとノードエディターについての簡単な説明は以上になります。スタートアップマヤ。ご視聴いただきありがとうございました。